レッスン1「新しい始まりを受け入れる」何か新しいことを始めるのは大変ですが成長と学習の機会でもあります絶対にジョンポジティブなマインドセットを持ち新しく始めることで生まれる可能性を受け入れることが重要ですそうだねアンナ私たちは新しい始まりを受け入れ それを自分自身を改善するチャンスと捉えるべきです。完全に同意するよジョンそして間違いは学習過程において自然なことだということを覚えておきましょう。間違いない、穴、間違いを犯したからといって失敗したわけではありません。その過程で努力し学んでいるということです。 素晴らしい視点だね。ジョン間違いに落胆するのではなく、それを貴重な教訓と捉えるべきです。絶対に、アナ、それぞれの間違いは、私たちの弱点を理解し、改善に向けて取り組む機会です。これ以上同意できないわ、ジョン。 忍耐と失敗から学ぶことによって私たちは成功することができるのですそうだね、アナそして私たちが成長するのを助けるために他の人からのフィードバックを求めることの重要性を忘れないようにしましょうそれは素晴らしい点だ、ジョン建設的なフィードバックは貴重な洞察をもたらし改善への道筋を導いてくれます 間違いない穴私たちはフィードバックを受け入れそれを自分のスキルと知識を磨くためのツールとして使うべきです絶対にジョン学習は旅であることを忘れないようにしましょう私たちはこれからも成長し進化し続けますよく言った穴ですから新しい取り組みに着手するときは最善を尽くし 課題に直面しても回復力を身につけましょうこれ以上同意できないはジョンどんな過ちからも学ぶ意欲と熱意を持って新しい始まりを受け入れようそれがスピリットだアナ私たちは世界に挑戦しやってくるあらゆる機会を最大限に活用する準備ができています絶対にジョン 新しく始めることは私たちの人生におけるエキサイティングなショーであり私たちはそれを最大限に活用できると確信しています私は私たちを信じていますアナ新しい始まりを切り抜けながら私たちは学び成長し素晴らしいことを成し遂げますこの刺激的な会話をありがとうジョン成長と自己発見の新たな旅を楽しみにしています どういたしまして、アンナ。この冒険に乗り出すにあたり、あなたがそばにいてくれて感謝しています。あらゆる段階でお互いを支え合いましょう。レッスンに隠された宝石を発見する。新しい場所に旅行するときは、地元の市場や美術館も忘れずに探索することが重要です。絶対に、ジョン。 人気のある観光名所も素晴らしいですが、地元の文化にはまだまだ発見すべきことがたくさんあります。そうだね、アンナ。地元の市場では人々の日常生活を垣間見ることができ、ユニークな食べ物を試す機会もあります。完全に同意するよ、ジョン隠れた名所を見つけたり、地元の人々と交流したりすることが多いのは市場です。 間違いないアナ地元のコミュニティと交流することで、私たちの旅行体験が向上し、心に残る思い出を作ることができます。その通りだジョン、また博物館も見逃せません。博物館ではその場所の歴史と芸術について学ぶことができます。絶対に穴博物館は知識の宝庫のようなもので。 目的地の遺産や物語を保存しています。これ以上同意できないわ、ジョン。彼らは私たちが訪れている場所の芸術品、工芸品、豊かな歴史を鑑賞する機会を与えてくれます。そうだね、アナ、コミュニティを形成してきた地元の伝統、習慣、イベントについて学ぶことができます。 また博物館ではインタラクティブな展示や体験型アクティビティが頻繁に開催され学習がさらに楽しくなることを忘れないでくださいそれは素晴らしい点ですアナ、インタラクティブな展示は歴史と芸術に命を吹き込み私たちがユニークな方法で関わり学ぶことを可能にします間違いない、ジョンそれでは次回旅行するときには 地元の市場や美術館を意識して探検してみましょう絶対に「アナ」そうすることで文化をより深く理解しより有意義な旅行体験を生み出すことができますこれ以上同意できないわジョンこれらの隠れた宝石はしばしば私たちに最も印象に残りますそうだね。 アナ、地元の市場や美術館を探索している時に作った思い出は旅行が終わった後もずっと心に残りますそれだけじゃないジョンまた地域経済を支え文化遺産の保護にも貢献していますそれは重要な点だアナこれらの場所を訪れることで。 地元の人々の伝統と生活を維持することができます絶対にジョンですから今後の旅行では地元の市場や美術館を見逃さないようにしましょう彼らには発見や感謝すべきことがたくさんありますアンナ、これ以上同意できない彼らは私たちが訪れる場所とのより深いつながりへの入り口です この洞察に満ちた会話をありがとう、ジョン。これからの冒険で、世界の隠れた宝石を探検できることにワクワクしています。どういたしまして、アンナ。地元の文化を発見し、新しい経験を受け入れるという同じ熱意を共有できて嬉しいです。間違いない、ジョン。 一緒に地元の市場や美術館への訪問を旅程に含めましょう絶対に「あな」そうすることで忘れられない思い出を作り世界に対する理解を広げることができますさあ隠された宝石を探検しましょうレッスン3「セルフケアのバランス」 他の人の世話をするのに忙しいときは自分自身を大ごとにすることも同様に重要であることを覚えておくことが重要ですそれは素晴らしい点だジョンセルフケアは利己的ではなく私たちの全体的な健康にとって必要であることを忘れがちです絶対にアナ携帯電話を充電するのと同じように 他の人にベストを尽くすには自分自身を充電する必要があります。これ以上同意できないわ、ジョン。セルフケアによって私たちはエネルギーを補給し、生活の中で健康的なバランスを保つことができます。そうだね。アナ、他の人を助ける前にまず自分の酸素マスクを着用するようなものです。私たちは自分の健康を優先する必要があります。 間違いない、なジョン。セルフケアを怠ると燃え尽きて周囲の人々を効果的に助けることができなくなる危険がありますそうだねアンナ自分の面倒を見ることで私たちは最高の自分として現れ他の人に対してより親近感を持つことができますそしてセルフケアは人によって異なることを忘れないでください。 それは、私たちを個別に若返らせ、栄養を与えるものを見つけることです。絶対に、アナ、マインドフルネスの練習、運動、自然の中で過ごす時間、大好きな趣味の追求など、何でも構いません。これ以上同意できないわ、ジョン。 セルフケアとは、私たちに喜びをもたらし、ストレスを軽減し、全体的な健康を促進するようなことをすることです。穴、ね、自分の体と心に耳を傾け、自分にふさわしいケアと注意を払うことが重要です。間違いない、ジョンまた、セルフケアは身体活動だけにとどまらないことも覚えておきましょう。 精神的感情的な健康を育むことも含まれますそれは素晴らしい点です穴境界を定め必要な時にはノーと言い心と情緒の健康を優先することが大切です絶対にジョン自分自身に優しく思いやりを持ち他人に与えるのと同じ配慮を持って自分自身を大切にすることです アンナこれ以上同意できないセルフケアは贅沢品ではなく必需品ですそうすることで私たちは最高の自分になれるのです本当だよジョンそしてセルフケアを実践することで人生の課題を乗り越え他の人を支援するための準備が整います間違いないアナ、ですから セルフケアを優先し日常生活の中でそのためのスペースを作ることを約束しましょう全力でやるよジョン身の回りの世界にポジティブな影響を与え続けることができるように自分を大切にしましょうこの重要な会話をありがとうアンナ自分の健康について意図的に考える必要があることを思い出させてくれます レッスン4優しいエクササイズ最近はいろいろなエクササイズを試していますが水泳は私のお気に入りの一つです体に優しいです素晴らしいジョンやる気を維持し健康的なライフスタイルを維持するには自分が楽しめるエクササイズを見つけることが重要です絶対にアンナ エクササイズを楽しむと面倒な感じがなくなり続けやすくなりますこれ以上同意できないわ、ジョン水泳のような穏やかな運動は特に関節や運動に問題がある人にとっては素晴らしい選択肢です本当だよアンナ水泳は関節に優しい低負荷のワークアウトでありながら 心血関係のトレーニングにも優れています間違いないジョン自分の体の声に耳を傾け個々のニーズや能力に合ったエクササイズを選ぶことが重要ですそうだねアンナある人にとってはうまくいくことが別の人にとってはうまくいかないかもしれません。それは 自分にとって良いとと感じるるものを見つけることです絶対にジョン水泳、ヨガウォーキングダンスのいずれであっても重要なのは喜びをもたらし気分を良くするエクササイズを見つけることですアンナこれ以上同意できない運動は罰であってはならない楽しみにして楽しむものでなければならない 本当だよ。ジョンエクササイズを楽しむと体と心の両方にとってポジティブでやりがいのある経験になります間違いないアナ自分自身に挑戦することと体をケアすることのバランスを見つけることですそれは素晴らしい点だジョン 穏やかな運動をすることで怪我や緊張のリスクを最小限に抑えながらアクティブな状態を保つことができます絶対にアンナ私たちの体を支えるエクササイズを選ぶことで長期的な健康と幸福を優先することが重要ですこれ以上同意できないはジョン過度なストレスを与えることなく筋力柔軟性 全体的なフィットネスを促進するアクティビティを見つけることです本当だよ、アンナを互いに励まし合って様々なエクササイズを試し個人の好みやニーズに最適なものを見つけましょう間違いないジョン様々なエクササイズを取り入れ私たちが楽しめるバランスの取れたフィットネスルーチンを作ることがすべてです そうだね、アンナ。好きなエクササイズを見つけることでそれを日常生活に取り入れ習慣にする可能性が高まります絶対にジョンエクササイズは楽しくて楽しいものであり自分のケアに欠かせないものだということを忘れないようにしましょうアンナこれ以上同意できない私たちに喜びをもたらし 私たちをアクティブに保つものを見つけるために、探求し、新しいエクササイズに挑戦し続けましょう。レ,レシピの共有昨日新しいレシピを試してみましたが、すごかったです。それをあなたと共有してほしいですかああ、はい、お願いします。新しいレシピをいつも探しています。 共有していただきありがとうございます。どういたしまして、フレッシュトマト、バジル、ガーリックが入ったシンプルなパスタです。これが作り方です。美味しそう。新鮮な食材を使ったパスタ料理が大好きです。続けてください。まず、パッケージの指示に従ってパスタを調理します。 調理中にフライパンでオリーブオイルを熱し、ニンニクのみじん切りを香りが出るまで炒めます。うん、もうニンニクの匂いがする。次は何次にみじん切りにしたトマトを鍋に加え、柔らかくなるまで煮ます。次に塩、胡椒、赤唐辛子フレークをひとつまみ入れて加熱します。 それは素晴らしいフレーバーの組み合わせです。試してみるのが待ちきれません。トマトに下味をつけた後はどうしますか味付けをした後、ソースを数分間煮て風味が溶け合うようにします。次に新鮮なバジルの葉を入れてかき混ぜます。新鮮なバジルは料理にこのような素晴らしい香りと味を加えます。 このレシピはもう大好きです最後のステップは何シンプルだけど美味しそう絶対にやってみますジョンさんレシピを共有していただきありがとうございます どういたしまして、気に入ってくれて嬉しいよ。作ったらどうなるか教えて。必ずお知らせします。やってみることにワクワクしています。このレシピのヒントやバリエーションはありますか絶対に、その上にすりおろしたパルメザンチーズやバルサミコ酢を少し加えると風味が増します。 タンパク質をたっぷり含んだ食事がお好みの場合は調理済みのチキンやエビを加えることもできますそれらは素晴らしい提案です作るときはそのことを心に留めておきますヒントをありがとうジョン全然問題ない私と同じようにこの料理を作って食べて楽しんでいただければ幸いです料理とは 美味しいものを分け合って楽しむことです。これ以上は同意できませんでした。食べ物は人々を結びつけます。レシピを共有することはつながり、美味しい思い出を作る素晴らしい方法です。絶対に、アンナ。料理は楽しい経験です。このレシピを皆さんと共有できて嬉しいです。これからも一緒に新しいレシピを探求し、試してみましょう。 レッスン6初めての旅行こんにちは。初めてこの国に行くのよろしければいくつかヒントをあげますよ。ああ、はい、お願いします。ワクワクしていますが、新しい国への旅行には少し緊張しています。どんなアドバイスもいただければ幸いです。 確かに、まずは現地の習慣や伝統についてしっかり調べておきましょう。文化的な規範を尊重し、意識することは常に良いことです。それは素晴らしい点だ、ジョン。到着前に必ず宿題をして、現地の習慣について学びます。もう一つのヒントは、軽くてスマートに梱包することです。 必需品のみを持参し天気予報を確認して適切な服を用意してください荷物を軽くするのは私にとって常に難しいことですがベストを尽くしますお土産を入れるのに十分なスペースがあることも重要です絶対にアンナお土産は旅の思い出にぴったりですそういえば写真をたくさん撮ることを忘れなく。 絶対にたくさん写真を撮るつもりです。自分の経験を記録して、家族や友人と共有したいです。素晴らしいアイディアだね、アンナ。写真は旅の冒険を共有し、心に残る思い出を作るのに最適な方法です。 また緊急時に備えてパスポートやビザなどの重要な旅行書類のコピーも必ず用意しておきます素晴らしい考えだアンナ旅行中は常にバックアップを取り重要な書類を安全に保管しておくのは良いことです初めての旅行で注意すべきことは他にありますか もう一つ穴心を開いて現地の文化を受け入れてください新しい食べ物を試し新しい人々と出会い好奇心を持って探検してください私は新しいことに挑戦するのが好きなので郷土料理を体験したり様々なバックグラウンドを持つ人々と出会ったりするのがとても楽しみです素晴らしい穴旅行とは 新しい場所を見るだけでなくさまざまな文化に浸ることでもあります「これ以上同意できないわ」はジョン視野を広げ世界をより深く理解する機会です絶対にアンナ旅をすることで私たちはグローバルコミュニティに存在する多様性を学び成長し理解することができます。 この冒険に乗り出し、この新しい国が私に何をしてくれるか見るのが待ちきれません。ジョンさん、アドバイスありがとうございます。どういたしまして、アナきっと素晴らしい時間を過ごせると思います。安全な旅をして、初めての旅行のあらゆる瞬間を楽しんでください。レッスン7進歩を評価する あなたの励ましに感謝しますそれはとても意味がある完璧さよりも進歩の方が重要だということを忘れないでくださいありがとうジョンあなたの言葉は本当に私が続けようというモチベーションを与えてくれますそうだね進歩に焦点を当てることが鍵だ絶対にアンナ小さな一歩を踏み出して その道のりの各マイルストーンを祝うことがすべてですそれは素晴らしい考え方です時々完璧になろうと努力することにとらわれて自分の進歩を認めることを忘れてしまうことがありますそれは私たち全員に起こることですアンナしかし覚えておいてほしいのはあなたが行うすべての努力と小さな改善が あなたの目標にカウントされると、ね、ということです最終結果だけじゃなくて視点を変えて旅に感謝しないといけない正確に学習プロセスを受け入れそれに伴う成長を楽しんでくださいそこで本当の魔法が起こります。 そのことを覚えておくよ、ジョン進歩は絶え間ない旅であり、一歩前進するたびに私は夢に近づきます。それが魂だよアンナ。そして、どんなに小さなことでも、その過程で達成したことを祝うことを忘れないでください。絶対に。 どんなに大きくても小さくてもすべてのマイルストーンを認め祝うようにしていますそれが正しい態度です進歩は個人的なものであり各個人に固有のものであることを忘れないでください自分を他人と比較しないでくださいそうだねジョン誰にでも自分のペースがあるから自分の成長と発展に集中することが大切なんだ。 まさに自分の旅から目を離さず自分のやり方で自分のペースで進歩を遂げていると信じてくださいジョン私を支え信じてくれてありがとうそれは本当に私の自信を高め前に進み続けるモチベーションにもなりますどういたしましてアンナ私はあなたの可能性を信じており。 あなたには素晴らしいことを成し遂げる能力があることを知っています優しい言葉をありがとうジョン彼らは私にとって大きな意味がありますあなたが励ましの源になってくれて感謝しています嬉しいよあんな私たちはみんな時々私たちを応援してくれる人を必要としていますあなたには驚くべきことができるということを忘れないでください そのことを心に留めておくようジョンあなたの励ましと私の決意があれば私は目覚ましい進歩を遂げることができるとわかっています絶対にアンナ進み続け集中力を保ち進歩を見失わないようにしてください。これで決まりです。レッスン8就職面接のコツねえ。 就職の面接が間近に迫っていると聞きました。何かアドバイスは必要かはい、お願いします。ちょっと緊張しますので、アドバイスをいただければ幸いです。まず、会社を徹底的に調査してください。企業の使命、価値観、最近のプロジェクトを知っておきましょう。それはあなたが本当に興味を持っていることを示しています。 それは素晴らしい点だ、ジョン。面接の前にその会社についてできるだけ多くの情報を集めるようにするよ。次に、面接でよく聞かれる質問を練習しましょう。自分のスキルと経験を強調する簡潔で自信のある回答を用意してください。練習するのはいい考えのように思えます。 考えられる質問のリストを作成し、回答の練習をして、準備を整えます。プロらしい服装をすることも重要です。適切な服装ときちんとした身だしなみを整えて、良い第一印象を与えましょう。プロのような服装をすれば自信がつきます。会社のドレスコードと文化を反映した服を選びます。 面接中は、アイコンタクトとボディランゲージを十分に保ってください。熱意を示し、面接官と積極的に関わり合いましょう。そのことを覚えておくよ、ジョン・ヒー言語的な手がかりは重要です。ボディランゲージを通して自分の興味を示すようにするよ。もう一つのヒントは、面接官に尋ねる質問をいくつか用意しておくことです。 それはあなたの好奇心とエンゲージメントを示すものです。それはいい考えだ。興味を示し、この役職についてもっと学ぶために、事前にいくつかの資料深い質問を用意しておきます。積極的に耳を傾け、面接官の質問に注意深く答えることを忘れないでください。答える前に時間をかけてよく考えてください。 アクティブリスニングは非常に重要です質問を十分に理解し資料深い回答をするようにしますまた具体的な例を通して自分のスキルや経験をアピールすることも重要です自分の能力を際立たせる成功事例を共有しましょう具体的な例を使用すると私の回答がよりインパクトのあるものになります 自分のスキルと実績を示すストーリーをいくつか用意しておきます面接が終わったらお礼のメールを忘れずにお送りください感謝の気持ちが伝わり相手の目に留まり続けることができますこの機会に感謝の気持ちを伝えるとともにこのポジションへの関心を改めて伝えるために必ずお礼のメールを送ります最後に前向きで自信を持ち続けてください 自分自身と自分の能力を信じてください。持ってるよアンナ励ましてくれてありがとうジョン面接の過程を通して前向きで自信を持ち続けるつもりですあなたのアドバイスは本当に役に立ちますどういたしましてアンナ自分らしくいて資格を輝かせましょう面接の成功をお祈りしています。 ありがとう。ジョン、あなたのアドバイスとサポートのおかげで、私はより準備が整い、面接に取り組む準備ができていると感じています。ご協力に感謝します。アンナ、お手伝いできて嬉しいです。君はうまくやるよ。あなたには成功に必要なものがあることを忘れないでください。外に出て輝きましょう。レッスン9手荷物の重量制限 受託手荷物の重量制限はありますかはい、通常は約 23kg です。それは知っておくと良いことです。追加料金がかからないように、必ずそれに応じて梱包します。空港で予期せぬ事態が発生しないように、事前に重量制限を確認しておくことをお勧めします。 絶対に、航空会社の特定の体重制限は異なる場合があるため、確認することが重要です。それは本当です。航空会社によって重量制限が異なる場合があるため、旅行前に再確認することが不可欠です。それを心に留めておくよ。手荷物の重量に関しては、後悔するよりは安全である方が常に良い。 まさに、不便を避けるため、事前に計画を立て、許容限度内に梱包する方が良いでしょう。受託手荷物のサイズにも制限はありますかはい、通常はサイズ制限もあります。荷物が重量とサイズの両方の要件を満たしていることを確認することが重要です。 受託手荷物の最大許容寸法を必ず確認します。頭を上げてくれてありがとう。アンナ。どういたしまして、ジョンドタンバでの面倒を避けるため、旅行前に十分な情報を得ておくことは常に良いことです。受託手荷物に入れることが禁止されている特定の品目はありますか はい、可燃性物質、鋭利な物体、一定量を超える液体など、特定の品目は通常、受託手荷物に入れることができません。禁止品のリストを確認して、許可されていないものを誤って梱包しないようにしますそれは賢い行動だ、ジョンすべての人の安全と利便性のためには、規制を遵守することが不可欠です。 また、受託手荷物が遅延したり置き忘れたりした場合に備えて、いくつかの必需品を機内持ち込み手荷物に入れることも検討します。それはいい考えだ。機内持ち込み手荷物に必需品を入れると、予期せぬ事態が発生したときに役立ちます。チェックリストを作成して、必要なものがすべて揃っていることと、 手荷物がすべての要件を満たしていることを確認します。素晴らしいアプローチだね。ジョン・セイ・リセイトンと準備をしておくと、旅行がずっとスムーズになります。アンナ、役に立つ情報をありがとう。自信がつき、次の旅行の準備が整いました。どういたしまして、ジョンをお手伝いできて嬉しいです。 素晴らしい旅と安全な旅を。ありがとう、アナ。スマートに荷造りして旅を楽しんでおくよ。ご指導いただければ幸いです。レッスン10市場調査戦略他にどのような市場調査戦略を使用できますか アンケートを実施して、潜在的な顧客から直接情報を収集することができます。アンケートは、貴重な洞察を収集し、顧客の好みを理解するための優れた方法です。また、競合他社のデータを分析して市場動向を特定し、競争力を高めることもできます。それは賢いアプローチです。競合他社を調査することで、 業界の動向に関すするる貴重な情報を得ることができますもう一つの戦略はフォーカスグループを実施して定性的なフィードバックを収集し消費者の認識を理解することですフォーカスグループを使うと顧客の意見や好みをより深く理解することができますソーシャルメディアのモニタリングも効果的です オンラインでの会話を分析して顧客の感情を測ることができますソーシャルメディアプラットフォームを監視することはお客様が当社のブランドや競合他社について何を言っているかを理解するのに役立ちますウェブサイト分析を分析することで顧客の行動に関するデータが得られオンラインプレゼンスを最適化するのに役立ちます お客様が当社のウェブサイトをどのように利用しているかを理解することは、ユーザー体験を向上させるための指針となります。また、S のグラフィー調査を行い、お客様の自然環境を観察して、お客様のニーズをよりよく理解することもできます。S, S のグラフィー調査は、顧客の行動や動機に関する貴重な背景情報や洞察を提供することができます。 顧客インタビューも有用な戦略です顧客との会話により貴重なインサイトが明らかになりますお客様と会話をすることでお客様の課題を理解しソリューションを開発することができます売上データを分析してパターンや傾向を特定しデータ主導のビジネス上の意思決定に役立てることができます 販売データ分析は顧客の購買パターンを理解し成長機会を特定するために不可欠ですもう一つの戦略はオンライン調査を実施し業界レポートや市場調査を調べることですオンライン調査は業界の動向を常に把握しより広い市場環境を理解するのに役立ちます またミステリーショッピングを利用して顧客体験を評価し改善すべき点を特定することも検討できますミステリーショッピングではサービスの質を評価し顧客満足度のギャップを特定することができます 最後にデータ分析を活用して大規模なデータセットから貴重な洞察を抽出し情報に基づいた意思決定を行うことができます。データ分析は複雑なパターンを理解し実用的な洞察を特定するために不可欠です。 これらの戦略を組み合わせることで、包括的な市場調査を収集し、情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うことができます。絶対に、アンナ、多面的なアプローチにより、私たちは市場を全体的に理解することができます。適応力を持ち、研究目的に最も適した戦略を組み合わせて使用することが重要です。 アンナ私と一緒にこれらの市場調査戦略を探究してくれてありがとう。今では徹底的なリサーチを行うための準備が整ったと感じています教訓11、持続可能な選択。環境にもっと意識を向けようとしてきたしビニール袋にお金を払うことは避けている素晴らしいジョン。 このような小さな変化はプラスチック廃棄物の削減に大きな影響を与えます間違いなく私たち一人一人が自分の行動に責任を持ち持続可能な選択をすることが重要です私もそれを始めなければなりません忘れがちですが再利用可能なバッグを使うことで違いを生むことができます絶対に 再利用可能なバッグはプラスチックの消費量を削減するシンプルで効果的な方法です買い物に行くときはいつも自分のカバンを持っていく習慣にするよこれは環境に優しい未来への小さな一歩だ素晴らしいアイディアだねアンナ忘れないでねバッグだけの問題じゃないんだまた再利用可能なウォーターボトルやコーヒーカップを使うことで。 廃棄物を減らすこともできます。そうだね。ペットボトルやコップのような使い捨て品は環境汚染の原因となります。再利用可能な代替品を使用することで、影響を最小限に抑え、地球を保護することができます。再利用可能なウォーターボトルを持ち歩き始めます。 小さな変化だが、大きな違いを生むこともある。絶対に。どんなに小さなことでも、すべてのアクションが重要です。力を合わせれば、より持続可能な世界を作ることができます。同じ考えでいてくれて嬉しいよ。ジョンより多くの人々が環境について意識的な選択をしているのを見るのは刺激的です。確かにそうです。 意識を広め、他の人を鼓舞すればするほど、私たちがもたらすポジティブな影響は大きくなります。同感です。私たちは模範を示して指導し、他の人たちにも私たちと一緒に持続可能な選択をするよう促すことができます。絶対に、あんな。力を合わせれば、大きな違いを生み出し、次の世代のためにより良い未来を築くことができます。 これらの変更を加え、ソリューションの一部になれることを嬉しく思います。これからも環境を守る方法を学び、探求していきましょう。アンナ、これ以上同意できない。好奇心を持ち続け、より持続可能な生活を送るための新しい方法を発見し続けましょう。この刺激的な会話をありがとう、ジョン。 変化を起こし、環境にもっと気を配りたいというモチベーションがあります。どういたしまして、アンナ、インスピレーションを与えることができて嬉しいよ。一緒にこの旅に出て、ポジティブな影響を与えましょう。レッスン12スムーズなコラボレーション円滑で成果を上げるには、コラボレーションが不可欠です。 私は完全に同意します。私たちが協力すれば、より多くのことを成し遂げ、イノベーションを促進することができます。まさに、私たちの強みと専門知識を組み合わせることで、より効果的に課題に取り組むことができます。 その通りだ。私たちがコラボレーションするとき私たちはアイデアや視点を共有する場を作りますこれによりさまざまな視点を活用しより良い解決策を見つけることができますコラボレーションはチームメンバー間のより強固な関係と信頼を築くのにも役立ちます効果的なコラボレーションには信頼が不可欠です これにより調和のとれた共同作業が可能になります絶対にお互いを信頼すればタスクを委任しお互いの能力を頼りにすることができますコラボレーションはまた学習と成長を促進します私たちはお互いの経験や知識から学ぶことができますはいコラボレーションを通じて 視野を広げ、新しいスキルを身につけることができますチーム内で協力的な文化を育み、積極的な参加を促すことが重要ですそれは本当です誰もが貢献できる機会を作り、そのインプットを大切にすべきです コラボレーションすることで、チームの集合値を活用し、より良い結果を得ることができます。コラボレーションは問題解決の助けにもなります。アイデアを出し合い、革新的な解決策を一緒に見つけることができます。絶対に。頭は1人より2人の方がいいですし、コラボレーションはテーブルに新鮮な視点をもたらします。 円滑な調整を行うためにはコラボレーション環境の中で明確な目標と役割を確立することが重要ですはい期待と責任を明確にすることでより効率的に協力できるようになりますまたコラボレーションにより作業負荷を分担し目標を達成するために互いにサポートし合うこともできます それは本当です。タスクを分担しお互いの強みを生かして共通の目標を達成することができますコラボレーションはチームメンバー間のオーナーシップと説明責任の感覚を育みます共同作業を行うと結果に対する投資の度合いが高まり自分の貢献に対して責任を持つことができるようになりますコラボレーションとは、 ただ一緒に働くことだけではありません関係を築き、友情を育むことです同感です効果的にコラボレーションすることで協力的で楽しい職場環境が生まれますアンナ、コラボレーションに関する洞察を共有していただきありがとうございます一緒に働くことは本当に強力な力です どういたしまして、ジョン・私はコラボレーションの力を信じており、これからもシームレスに協力できることにワクワクしています。アンナ、私たちの成功の鍵を握る要素としてコラボレーションを取り入れましょう。力を合わせれば、素晴らしいことを成し遂げることができます。レッスン13新しい街をナビゲートする すみません、最寄りのバス停を探すのを手伝ってもらえますか私は町に来たばかりだ。もちろん。喜んでお手伝いします。最寄りのバスステーションはほんの数ブロック先にあります。それは素晴らしい。どうもありがとうございます。ご協力に本当に感謝しています。 全く問題ありません町に来たばかりで道案内が必要な時の気持ちを覚えています確かにかなり圧倒されることがありますあなたのように手を貸してくれる人には感謝しています光栄です町と知り合うために他に何か手伝いたいことはある実は。 近くのいいレストランを教えてもらえないかと思っていました。絶対に。数を曲がったところに素晴らしいイタリアンレストランがあります。そこの食べ物はおいしい。それは完璧に聞こえます。絶対チェックするよ。推薦ありがとうございます。 どういたしましまて。きっとそこで食事を楽しんでいただけると思います他に何か手伝えることはあるさて私はここに来たばかりなので地元の観光スポットや興味のある場所についていくつか提案することができます近くには美しい公園がありリラックスして散歩したりピクニックをしたりできますそれは素敵ですね。 必ず公園に行って新鮮な空気を楽しみます素晴らしい繁華街を散策するのもいいかもしれませんショップ、博物館、歴史的建造物などが揃っていますそれは素晴らしいですこの町にある興味深い場所をすべて探検できることにワクワクしています それを聞いて嬉しいよ。さらに情報が必要な場合や、他に質問がある場合は、遠慮なく質問してください。ありがとう、アナ。ご親切に、喜んで助けてくださることに感謝します。嬉しいよ。ジョンチョウを探索して落ち着いて、素敵な時間を過ごしてください。 あなたの指導のおかげできっとそうなるでしょう。あなたのような気さくな人が周りにいると知って、心強いです。お手伝いできて嬉しいです。ちょうようこそ、ジョン。ここでくつろいでいただければ幸いです。ありがとう、あな。あなたのような人たちと一緒なら、きっとすぐに家にいるように感じるでしょう。 どういたしまして、ジョン探検の時間を楽しんでください。何か必要なことがあれば、遠慮なく聞いてください。ためらわないよ。もう一度ありがとう。アンナ、あなたと出会えたことに感謝しています。楽しみなのは私よ。ジョンキをつけて、素敵な一日を。 あなたもよ、アンナ改めてご親切にありがとうございました。とりあえずさようなら。レッスン14ランドリーの必需品また、洗濯用洗剤も忘れずに購入してください。必ず店からボトルを買いに行きます。それは良い思い出です。 清潔で新鮮な衣類には、信頼できる洗濯用洗剤が不可欠です。絶対に、精地に優しいけれども、シミや匂いを効果的に落とすものが好きです。同感です。自分のニーズに合った肌に刺激を与えない洗剤を見つけることが重要です。 それを心に留めておくよ。良い洗濯洗剤ブランドについて何かアドバイスはありますか個人的にはフレッシュクリーンというブランドで素晴らしい経験をしました環境に優しくうまく機能します提案ありがとうございますフレッシュクリーンを探して試してみますどういたしまして もう一つのヒントは洗剤ボトルの指示を確認して適切な使用方法を確認することですそれは良い点です洗剤が異なれば必要な測定値や水温も異なる場合がありますまさに指示に従うことで最適なパフォーマンスが得られ服の品質が維持されます必ず指示をよく読み それに従ってください。アドバイスありがとうございます。全く問題ありません。ああ、柔軟剤も忘れずに購入してください。衣類を柔らかく保ち、シワにならないようにするのに役立ちます。ああ、そうだね。柔軟剤は見過ごされがちですが、衣服の感触や外観に違いをもたらします。 絶対に。また、静電気によるくっつきを抑え、アイロン掛けも簡単になります。買い物リストに柔軟剤を追加します。おすすめのブランドはありますかソフトタッチは、効果的で心地よい香りがする人気ブランドです。よし、ソフトタッチの柔軟剤も探してみよう。 推薦ありがとうございます。どういたしまして。雑用をより効率的にするために、品揃えの豊富なランドリー用品を用意しておくことは常に良いことです。適切な製品を手元に用意しておくと、時間を節約でき、 清潔で新鮮な洗濯物を保証できますまた、色落ちやダメージを防ぐために色や整地の種類に応じて洗濯物を分けることを忘れないでくださいそれは重要なリマインダーです服の質を保つために洗濯物をきちんと仕分けるようにするよこれは簡単な手順で衣服の寿命を伸ばすのに大いに役立ちます 洗濯のコツには感謝するよ、あんな経験豊かな人に案内してもらえると助かります。私が知っていることを喜んで共有します。洗濯は大変なこともありますが、適切なアプローチを取れば、洗濯はずっと簡単になります。ご指導ありがとうございます。今からお店に行って、洗濯洗剤と柔軟剤を取りに行きます。 計画のようですね。ショッピングを楽しんでください。ランドリーも成功しますように。ありがとう、アナ、頑張ります。気をつけて、すぐ追いつくから。あなたもよ、ジョン良い一日を過ごしてください。他にご不明な点がございましたら、遠慮なくご連絡ください。 そうします。もう一度ありがとう。アナ、さようなら。レッスン15整理整頓と寄付めちゃくちゃ。まずは片付けを始めましょう。いいアイディアだまだ状態の良い古いアイテムは寄付できます。 絶対に、コミュニティに恩返しをし、困っている人を助けるのに最適な方法です。さらに、より多くのスペースとより整然とした生活環境を作り出します。クローゼットから始めましょう。久しぶりに着ている服もある。そこから始めるのがいいでしょう。 寄付できる服と、修理できないほど損傷した服を分けることを忘れないでください。そうします。寄付できる服は取っておいて、捨てなければならないものを山積みにしておきます。あなたがクローゼットで仕事をしている間、私がキッチンキャビネットに取り掛かります。 おそらく未使用の調理器具や食器がいくつかあるでしょうそれは計画のように聞こえます終わったらリビングであって一緒に全部見ていきましょう同意したセカンドオピニオンを得て正しい選択をしていることを確認することは常に役に立ちます寄付できるシャツとズボンをたくさん見つけましたまだ調子はいいけど。 もう私のスタイルとは違うパーフェクトだね他の誰かがきっと感謝するでしょう後で地元の寄付センターに預けることができます計画のように聞こえますキッチンキャビネットはどう寄付したり捨てたりするものは見つかりましたか はい。必要のない重複したキッチンガジェットがいくつか見つかりました寄付用にとっておきます素晴らしい仕事です散らかったものを片付けて実際に使用して楽しむもののためのスペースを作るのは気持ちがいいです絶対により整理された機能的なスペースがあるのは新鮮です。 同じ考えでいてくれて嬉しいです。さあ、リビングをチェックして、他に注意すべき点を見てみよう。わかった。行こう。地元の図書館に寄贈できる本や雑誌もあると思います。それは素晴らしいアイディアだ。知識を共有し、他の人にその教材を楽しむ機会を与える方法です。 まさにそしてアイテムにセカンドライフを与えることで廃棄物を減らすのに役立ちますすでに読んだ本が山のようにあってもう読むつもりはない寄付の準備が整いましたそれは素晴らしいです寄付の山に追加しておきます私たちは大きな進歩を遂げています確かに もはや私たちの役に立たなくなったものを手放しその過程で他の人を助けることは開放感を感じますこれ以上は同意できませんでしたそれはお互いに有利な状況だ私たちの家はより組織的になり他の誰かが寄付の恩恵を受けます絶対に全部車に積み込んで一緒に寄付センターに降ろしましょう 計画のように聞こえます。私たちの貢献で誰かの幸せを作ります。それは小さな親切な行為で、大きな違いを生むことができます。整理整頓して寄付することに決めてよかったです。私もやりがいのある経験です。この習慣を定期的に続けて、すっきりとした家を維持しましょう。 私はそのことに賛成です。整理整頓と寄付は今や私たちの日常の一部になります。この取り組みに参加していただきありがとうございます。レッスン16旅行計画まもなく、はい、私はそうです。来月他の国に旅行します。それはワクワクする。 何か特定の目的地を考えていますかはい、日本を訪問します。私はいつもその豊かな文化と美しい風景に魅了されてきました。日本はすごい。ぜひおいしい料理を試して、伝統的な寺院を散策してみてください。絶対に本格的な寿司を味わったり、 有名な京都のお寺のような史跡を訪れたりするのが待ちきれません素晴らしい時間を過ごせるでしょう地元の習慣や伝統に浸ることを忘れないでください日本の茶道を体験したり着物を着たりするのが楽しみですそれは素晴らしいですね。 旅行中に現地の文化に触れると、いつも心が豊かになります。これ以上は同意できませんでした。これにより、私たちは様々な生き方を学び、理解することができます。もう旅行の手配は済ませましたかフライトと宿泊施設はい、フライトを予約し、 滞在中に滞在できる居心地の良い伝統的な旅館を見つけました。それは素晴らしいです。前もって計画を立て、スムーズな旅行体験をすることが重要です。絶対に。また、日本にいる間に行きたい場所やや,やりたいことのリストも作りました。それは賢いアプローチです。 時間を最大限に活用し、必見のアトラクションに優先順位をつけるのに役立ちます。まさに、象徴的なランドマークやユニークな体験を見逃したくありません。一人で旅行する予定ですかそれともグループで旅行する予定ですか私は一人旅をするつもりです。自分のペースで探検したり、 興味のあることに取り組んだりする自由を与えてくれます一人旅はやりがいのある経験になり得ます新しい人々と出会い自分だけの冒険を想像する機会がありますそれが私が楽しみにしていることです自分のコンフォートゾーンから出て忘れられない思い出を作るチャンスです ユニバーサルアダプター、快適な靴、コミュニケーション用のフレーズブックなどの必需品を忘れずに用意してください。良い点です。出発前に必要な旅行の必需品をすべて用意しておきます。地元の人におすすめを聞いてみるのもいいでしょう。彼らは自分の町にある最高の隠れた名所をよく知っています。 それを心に留めておくよ。地元の人々と交流することは、本物の体験を発見する素晴らしい方法です。絶対に。さまざまなバックグラウンドを持つ人々と学び、つながる機会を活用してください。この度に出て、日本文化への理解を深めることができてワクワクしています。 信じられないような冒険になるようジョンすべての瞬間を楽しみ旅を最大限に活用してくださいありがとうアナ。帰ったら必ず私の経験と写真を共有しますその話を全部聞くのが待ちきれませんジョンさん安全な旅を。 そして日本で素晴らしい時間を過ごしてください。ありがとう。アナ、よろしくお願いします。戻ったらまた会いましょう。気をつけて。レッスン17元気の出る朝食美味しそう。朝食は私たちの一日を元気にするために重要ですよね。 絶対に。その日の最も重要な食事です。何を食べようと思ってるのトーストと新鮮なフルーツを添えたスクランブルエッグが欲しいです。それは栄養価が高く満足のいく選択のように思えます。ビタミン C を補給するためにオレンジジュースをグラス一杯加えるのを忘れないでね。いいアイディアだ。 絞りたてのオレンジジュースをいっぱい飲むと朝の気分がリフレッシュできますミックスベリーと蜂蜜をトッピングしたオートミールのボールを作ろうと思っていますヘルシーでび味しそうですねオートミールは食物繊維の優れた供給源でありベリーには抗酸化物質が豊富に含まれていますまさに。 栄養たっぷりの組み合わせでお昼までお腹いっぱいになり元気が出ますエネルギーといえば朝食にスムージーを作ってみたことがありますかはいスムージーを作るのが大好きです手早くて便利でさまざまな栄養素を詰めることができます好きなスムージーのレシピは何ですか 私のお気に入りの一つはほうれん草、バナナアーモンドミルクピーナッツバターを一杯入れたグリーンスムージーですそれは面白そうですねグリーンスムージーは食べたことがない味はどう意外と美味しいバナナの甘さとピーナッツバターのクリーミーさがほうれん草の風味のバランスをとっています。 やってみないとこれは私の食事にもっと野菜を取り入れるのに最適な方法だ絶対にスムージーは用途の広いオプションで好みに合わせてカスタマイズできますまた朝食には必ずタンパク質を入れておきますゆで卵とかスプーンいっぱいのギリシャヨーグルトとか。 タンパク質は、エネルギーを維持し、満腹感を長く保つために重要です。これらは素晴らしい選択肢です。忙しい朝に手早く簡単にできる朝食のアイディアはありますかオーバーナイトオーツは命の恩人です。前日の夜に準備して、朝にはすぐに食べられる朝食をとることができます。 それは素晴らしい提案です。やってみるよ。好きなトッピングやフレーバーの組み合わせはオーバーナイトオーツにスライスしたアーモンド、少量のハチミツ、少量のシナモンを加えるのが好きです。美味しそう。面白くするために、ぜひいろんなトッピングを試してみます。 朝食が退屈にならないようにするには、バラエティが重要です。週を通して選択肢を変えることができます。それを心に留めておくよ。栄養たっぷりで楽しい食事で1日をポジティブに始めることが大切です。絶対にバランスの取れた朝食は、これからの生産的で活気に満ちた1日の雰囲気を整えます。 アンナ、これらの朝食のアイデアを共有してくれてありがとう朝の日課を刷新したいなって思ったんだどういたしましてジョン手伝えてよかった朝食を楽しんで素敵な一日をありがとうアンナあなたも朝食を優先して毎朝栄養を補給しましょう。